ベリック・バーンズは、オーストラリア出身の元ラグビー選手。ポジションは、フライハーフ、インサイドセンター。ニューサウスウェールズ州のクラブラグビー選手権、シュートシールドに参加する、シドニー・ユニバーシティを経て、2013年シーズンにより、パナソニック・ワイルドナイツと契約。1986年5月28日、ブリスベンで生まれる。正式名は、ベリック・スティーブンス・バーンズ。 身長1 8 3トル、体重8 7ラム。相性は、バーナシー、バーンジー、ベス、ストッフェ。クイーンズランド州のキンガロイで育ち、イップスウィッチグラマースクール入学。スクール在学時に、競泳のバタフライで州の高校生チャンピオンになる。他にもゴルフ、クリケットでも非凡な才能を見せる。卒業時には、ラグビーリーグのブリスベンブロンコス。 スーパー12、現、スーパーラグビーのレッツ、クリケットのクイーンズランドブルズからスカウトされ、ブロンコスと契約、グリフィス大学に進学する。2004年、ジュニアカンガルーズに選出される。2005年、ナショナルラグビーリーグのマンディーシーイーグルス戦28歳でデビュー。同年、ラグビーリーグの19歳以下クイーンズランド州に選出される。2006年、 ラグビーユニオンに転校、クイーンズランド州のクラブラグビー選手権、クイーンズランドプレミアラグビーに参加するウェイスツに所属し、同年、レッツに入る。2007年、ワラビーズに初選出、ラグビーワールドカップフランス大会の予選プール、日本代表戦で代表デビュー。2009年のスーパー14レギュラーシーズン前半、ジェームズ・ホーエルが怪我でチームを離れている間、チームキャプテンを務める。 同年、ワラビーズの副キャプテンに就任。2010年、レッツから、ワラターズに移籍する。同年、ワラビーズの欧州ツアーでは、チームキャプテンに就任。イタリア戦では22ポイントを記録するなど活躍。2011年、スーパーラグビーのシーズン途中、フットボーラー、エス・マイグレインと呼ばれる、サッカー選手やボクシング選手に見られる、原因不明の変頭痛に襲われ。 シーズン残りの試合を欠場。一時は引退とも言われたが、7月にクラブチームの試合に復帰。この年のワールドカップスコットにも選ばれ、5試合に出場して、ワラビーズの3位に貢献した。2012年は、笑たーずに復帰14試合で、先発出場するもチームはカンファレレンス会に低迷。かつてのワラビーズ首相マークエラから、 ゲームメイクについて苦言を呈されることもあった。2013年、引き続き、ワラターズに所属するもシーズン前には、膝の故障、またシーズンインしてからも右手親指の脱臼など怪我に悩まされる。かねてから、スーパーラグビー終了後の海外遺跡が取り沙汰されて、いたが、5月、 ブリティッシュライオンズ遠征を迎え撃つワラビーズスコットに選ばれ第1テストマッチに出場するも脳震盪を起こして途中交代。この年はテスト1試合、ワラターズ6試合の出場に終わり、秋より戦いの場を日本に移すこととなった。2019年リコーブラックラムズに加入。2020年現役を引退した。ありがとうございます。